14と15ですけれど、続けてまいります。1日、増誕のついでに示して曰く、人の心もとより善悪なし、善悪は縁に従って起こる。例えば人発心して仙林にいるときは、因果はよし、人間は悪しと覚える。また退屈の心にて仙林をいずるときは、仙林は悪しと覚える。これすなわち欠乗して心に上層なし、縁に従いてとも格もなるなる。かるがゆえに前年に会えば心よくなり、前年に近づけば心悪くなるなり、我が心もとより悪しと思うことなかれ、ただ前年に従うべきなり。また曰く、人の心は欠乗、人の言葉に従うと存ず。大論に曰く、例えば愚人の手に真虹を持てるがごとし、人これを見て何時下劣なり、自ら手に物を持てりと言うを聞いて思わく、玉は押しし、妙門は深し、我は下劣ならんと思う。思い煩いて、なおただ妙門に惹かれ、人の言葉について玉を捨て他人にとらしめんと思うほどに、ついに玉を失うと云々。人の心は核のごとし、一条この言葉我がためによしと思えども、妙門にさえられてそれに従わざるもあり。ただまた一条我がために悪しきことと思いながらも、妙門のためなればまず従う人もあり、悪にも善にも従うとき、心は善悪につるるなる。ゆえにいかにもとより、悪き心なりとも、善知識に従い良人になるれば、自念に心も良くなるなり、悪人に近づけば我が心も初めは悪しと思えども、ついにその人の心に従いなるほどに、なるほどに覚えず、やがてまことに悪くなるなり。また人の心欠乗して他に物を取らせじと思えども、他人強いて恋ぬれば憎しと思いながら思い、憎しと思いや、思い嫌な、あ、思い嫌ながらもあたうるなり。また欠乗して与えんと思えども、便宜なく時過ぎぬればまたやむこともあり。しかあれば学人たとい同心なくとも、良人に近づき前年に会うて同じことを幾度も聞き見るべきなり。この言葉はひとたび聞きたらば重ねて聞くべからずと思うことなかれ、同心ひとたび起こしたる人も同じことなれども、聞くたびごとに心磨かれていよいよ生じするなり。また無同心の人も一度二度こそ釣れなくとも、たびたび聞きぬれば室の中に行くがごとく、いつぬるるとも覚えざれども、自念に衣の潤うがごとくに、良人の言葉を幾たびも聞けば自念に恥ずる心も起こり、まことの同心も起こるなり。ゆえに知りたる上にも商業をば行くばく、商業おば行くたびも見るべし、死の言葉も聞きたる上にも重ねて聞くべし、いよいよ深き真あるべきなり。学道のために触りとなるべきことをば重ねてこれに近づくべからず、善悪には苦しくわびしくとも近づいて行動すべきなり。